ガオー浜田山虎の子道さんです。こんばんは。長崎シーガイアと並ぶ超巨大バブルプロジェクトだった長崎ハウステンボス。オランダ国王ビクトリア女王陛下がお住まいの森の家を意味する宮殿ハウステンボスから生まれた長崎県のオランダは開発総面積 46, 46万坪、運河の距離6キロ、 相当資額2200億円という途方もないプロジェクトでした、えー、この2つが九州にあるという事実にバブルの本質が隠されているような感じがしますハウステンボスの生みの親地元の実用家でしたが長崎オランダ村のオーナーでもありましたと単なるリゾート開発にとどまらない夢の千年都市作り壮大な構想を支えるはずだったのに 来,来園者数の入場料と巨,巨大な高級分譲別荘地による借入金の返済計画。これがうまくい,いかなくなりました。それではお先に失礼します。